セレクション前日じゃないですか今日って。トマーとか僕含めて全員もう入れ替えみたいな、まあ、本当に言われてるレベルが低いっていうのはマジであります。ガラッとメンバーが入れ替わってもおかしくないって俺は思ってるの。質がそれに伴わないんだったらもっと情熱の部分で勝る部分っていうのを見せなきゃいけない。ここ全部見せれてるかって言われたら正直見せれてないと思う。お疲れ様です。お疲れ様です。今回してるのはセレクション前日じゃないですか今日って。そこで俺今日の練習の雰囲気とか見て、いや本当に大丈夫かなみたいな、うん、今の選手たちが上手い人がたくさん来た時に生き残っていけんのかなみたいな。レン君と、まあ、高野君、今のシュワボの中心選手としてちょっとどう思ってるのか聞きたくて、うん、まあ、全員がプレッシャーを全く感じてないわけじゃないと思うんですよ。新しい選手が入ってくるっていう、うん、そこに打ち勝つための情熱っていうのを出してくれてると思うんですけど、正直やっぱまだまだ足りないし、このままだと本当に、まあ、僕含めて全員も入れ替えみたいな、そういう可能性だって全然あるし、うん、その危機感っていうのを感じてもっとピッチ上で表現しなきゃいけないと思うんで、うん、明日とかセレクションチュアバの選手たちも参加して一緒に混じることになると思うんですけど、やっぱそこで絶対に負けないっていう情熱どれだけ出せるかっていう、うん、今後は新しい選手入ってきても負けないっていうこの気持ち作ってピッチで表現するための一歩目として本当に重要な日になると思うんで、そういうのをみんなには伝えられるなと思います。もう高野くんはセレクションは前からあるっていうのは分かってたし、うん、そう3部昇格っていうのはマストで、もう J リーグ目指すっていう、うん、あのクラブになってきたから、うん、まあ、だからこそ選手それぞれが3部昇格っていうのを目標じゃなくてもう J に進むっていうのをもう頭に、うん、入れてやっぱり、一日一日を過ごしていかないといけない、うん、でその中の、まあ、一つの通過点みたいなが、まあ今回のセレクションだと思うから、うん、まあ、今までやってきた優位性っていうのは俺らにあるから、うん、まあ、その自信持って選手たちはやってほしいし、いい選手たち来るっていうのは監督とか GM が言ってはいるから、うん、まあ、負けるような選手たちじゃないと 思ってるから俺は、うんうん、だから監督とか GM とかに、あ、やっぱこいつらチームに残して正解だったなって思わせられるようなあのプレーと振る舞いと、うん、権力を見せていけたらなって思います、うん、まあ、こういう大々的に打ち出してセレクションやるってなったら、まあ、実際2日間で90名ぐらい応募してくれる人がいたみたいで、運営としてはすごい、まあ、力入れてやってるし、まあ、これに限らず本当組織としてこのシュワーボっていうのが強くなってってる、変わってってると思う。そこにやっぱ選手のサッカーのプレーの実力だったりとか練習の活動日で見せる姿っていうのも変わってこないと、運営が変わってきてるっていうのに比例して、まあ、選手も発言だったり行動っていう目に見える形で変わんないといけないのかなって、俺はなんかスタッフとして関わっててすごく思うんだよね。そこに関してはどうかな。俺はもちろんあのセレクションで入ってくる選手見なきゃ分かんないけど、うん、でも負ける可能性とか全然高いと思ってて、うん、正直やっぱ質はもっと高めなきゃいけないし、絶対3部昇格するってなったら、うん、で質がそれに伴わないっていう風になったんだったらもっと情熱の部分で、うん、もっと勝る部分っていうのを見せなきゃいけないと思うから、うん、そこを全部見せれてるかって言われたら正直見せれてないと思う。そこに対して危機感をどれだけ選手が感じてどれだけ変わろうとしてるかっていうのを、うん、あの見ていく必要あると思うし、うん、それで足りない選手っていうのは一緒にやりたいとかいう気持ちあったりとか、うん、シュアボのエンブレムしょって戦いたいって思ってもやっぱ残っていけないってなっちゃうから、そこは本当にちゃんとキャプテンとして、まあ、自分もそうだけど周りの選手見てそういうところの配慮とかしていかなきゃいけないなと思う、うん、お金払ってプロ化するって言ってるぐらいのチームだから、うん、なんかそこは本当実力の世界だよね。仕方ないというか、うん、実力だったりそういうコミットメントっていうか監督 GM が、まあ、人間性とかすごく見て評価する方たちだから、うん、そこの信頼掴んでるかとかそういうとこ大事になるよね。高野くんは今のチームメイトとか、まあ、自分含めだけどそういう振る舞いその辺についてはどう思う？まあ、本当に言われてるレベルが低いっていうのはマジで。ある、うん、だけど、まあ、自分自身がそれを毎回の活動で、うん、あの完璧にできてるかっていうと、うん、やっぱそれはできてないって思うし、自分でも、まあ、監督 GM もまだできてないって絶対言うだろうから、だけど急にはやっぱりできるものでは
ないし、まあ、技術もそうだけど、うん、急に上手くなるってことはないから、うん、本当に一つ一つもう積み上げてっていくしかない。サッカーをやってないあの時間の方がやっぱ長いわけだから、うん、その時間をどううまく使って、うん、やっぱりサッカーのことをやっぱ考えられるかっていうのが大事だと思うから、選手たち全員がやっぱ持ってほしいところでは、うん、このチームメイトと、うん、どんなチーム作りたい？俺は一人一人が自分に矢印向いてくるのは前提。ちゃんと責任持ってできてるかって言われたら、うん、今ってできてない瞬間の方が俺は正直多いと思っちゃうから、技術的なミスは、うん、まあ、正直しょうがないと思うんだよ、うん、それは技術だから。でも声出せればその失点防げたよねとか、こう相手が横向いてんだったらもっと守備ガツガツいって、うん、正直ファールになっちゃうぐらい空回ってもいいから、うん、もっと激しく行こうよとか、うん、そう一つ一つのプレーで自分がシワーボのエンブレムしょって立つっていう、うん、そこに対しての責任感が俺見えない瞬間正直多いから、それを背負える人が今度ピッチに立って三部昇格っていう目標を成し遂げてくれるメンバーになると思うから、うん、そこにやっぱ今のメンバー到達しないといけないし、うん、そこにすでに到達してるであろう選手が入ってくるっていう危機感を本当に感じなきゃいけないと思う。そうだね、うん、本当明日のセレクション、それからもう一回あるセレクションでガラッと選手のメンバーが入れ替わってもおかしくないって俺は思ってるの。それがなんか起きてからじゃ俺はなんか悔しいから、うん、当日の声かけなりできる限りのことはやりたいなって思ってるんだけど、やっぱ今の選手たちとシーズン戦ってきたわけじゃん、みんな2人は特にそうは言ってらんないんだけど、まあ、1人でも多く残って一緒にサッカーできるメンバーがいるようにするにはやっぱりまだ変われる部分があるっていう、そこをちゃんとここはこうしてほしいっていうのを訴えかけていかないと、それ続けていかないと変わんないと思うから。あと変わるって言ってもそんなに長く待てないから当たり前だけど、そうだ、ね、もうすぐにシーズン始まるし、うん、どんどんまあセレクションが終わったとしても多分新しい選手入ってくることっていうのは変わんないと思うから、うん、本当にこの短い期間でどれだけ変われるかっていう、うん、その期間の勝負もあるから、うん、そこをやっぱり感じ取らなきゃいけない。どうする、なんかまあできることとしては明日セレクション前にメンバー集めて話し合いというか、今思ってることをさらけ出す場を設けて2人からちゃんと意見言ってもらって、その思いっていうのを届けてもらいたいなって思うから、その共有した上で俺はセレクション迎えたいかな。一人一人に訴えかけて、うん、本当明日のセレクションでシュワーボのメンバーってこんなになんかね熱量を持って練習してるし、うん、まあ、頑張ってるんだなっていう姿とか見せたいなと思うし、まあ、明日セレクション俺らなんか支える運営みたいな感じの参加だけど、うん、でも一緒に練習してセレクションのメンバーたちに採点されるような立場でもあると思うから、そうだ、それは全員強く感じ取って一丸となってというか、うん、セレクションに参加する必要があるかなと思うから、うん、確かにそれは全員に話したいなと思って。お疲れ様でした。お疲れ様でした。練習メニューの説明する前に一回みんながどれだけこのセレクションに対して危機感を持ってるのかっていうのをちょっと確認しちゃって、俺は正直足んないと思う。今日セレクションは確かにセレクション数ではみんないるけど、俺たちもセレクションだからもっと危機感持ってやってほしい。今日やっぱ足んない、危機感ないは正直やばいと思う。だから俺たちが今日もそうだし今後も中心になってシュワーボの軸として成長しなきゃいけないから。